心研究への回海の十座その頃の研究昭和5年から10年頃まで我が国で心酔研究がかなり盛んだったことがある外国ではその当時も心酔研究が盛んであり有名なシャーロック・ホームズ探偵の物語をたくさん書いたコーナン・ドイル・オキナも熱心な研究家でありその著書もその頃 我が国へ渡り来し、紹介された。アメリカでは、もつと早くから、心酔う研究が盛んであつった。そして、それが、左術であるという、赤明名をすることが、通俗科学雑誌の紙面を毎月ににわいはしていた。我が国では、むしろ、ドイル・オキナなどの研究に加担していた人が多かったようである。例えば、 大本教の幹部としてて知られていた朝文学史などはその一人であつた。浅野氏はどつちかというと研究に特殊の立場をとつていたようでいわゆる心遼研究へや少量へなどの経営にはあまり興味を持っていないように見えた。とにかくその頃心遼研究者が急に増えた。それは 当時の絶望的国情を反映し信者が日増しに増えてられたものだと思われる心量研究へでやることは第一に良仲立ちを使いつての少量問答であり第二にはやはり良仲立ちを使いつて少量しその心量にいろいろ不思議なる現象を見せてもらうことだつた第三には悪い心量にと疲れている患者を治療することであつた これにも、良い仲立ちの力を借りなくてはならなかった。第4には、自分が良い仲立ちとなる修行であつた。まず、当時の心療研究へのスペクタルは、以上の4つであつた。これによつてわかると、彫り、心療研究には、良い仲立ちの良費が直接に影響するのであつた。だから、良い,い仲立ちを探し出すこと、 両仲立ちの修行を積ませることが心良研究への重大なる投資的仕事であつたいい両仲立ちには常に争奪戦がついてインタスへ第4水準2の12の11つたいい両仲立ちは大変忙しくなり席の温まるいとまもないくらいであつた両仲立ちには夫人が多かったそして彼女たちは 地方によってキーを演じそれがだんだん有名になってライルと心量研究へが聞きつけて都へへ引っ張り出しにライルというのが普通の順序であった心量研究へに興味を持つ人々がだんだん多く手術でライルと心量の科学的考察が盛んとなり新しい科学の分野に我こそ先に踏み込むのだという厚学ぶの熱心化が現ンハ 心量電子論だとか、心量四次元論だとか、心量三世説とかを提唱して、体系づけ、心量の存在に、確固たる裏打ちを施すのであった。電子論の上つ、面だけしか知らない手合いは、この論説にころりと算つてしまつて、次には、自分がそれを解く立場へ進むのであつた。理論の方は、山の芋のようなもので、いくらとへようとしても、 ぬらぬらして逃げられてしまうが心量実る犬の物理化学ぶ的説明となるとこれはなかなかうまくいかず実る犬の条件がどうのかうのとの相比が識発し挙句の果てはせっかく絵の方へ半分に引きずり込んだ本格的に学ぶ者たちに逃げられてしまったり悪い場合は尻尾を抑えられさうになったりして結論本格的学ぶ者からは見放されるに至りつた 石原淳博士のごときは随分長期にわたって熱心に心量実る県に立ち会い晴れた一人であるその他現存の権威ある博士たちで心量研究へ引っ張り出された人々はしょうくないしかし石原博士が一番熱心のように見えた石原博士の臨席が良いな形ちにとつて だだんだん苦痛になつてらいたものと見え、しばしば、実のる剣が不成功にかつた。そればかりか、暗闇の中によって、心よが、石原博士の横面を、追うつて眼鏡を叩きえしたり、同伴の腹浅を女子の扇を心よが引き裂くなどの暴行があり、そこで、博士は、これ以上の臨席は危険だと悟つて、それつきり出席されなかった。博士は、 生命の危険を感じたから手を引いたのですと私に語られたことがある死後の世界一体診療とは何であらあかそれは魂のことである肉体の中に魂が宿っているその魂が肉体の死後それからばつけ出して次の世界へ行くその魂は場合に四つ手は 元の世界に現れることもあるこの魂はこの世に肉体ができる前からあつたつまり魂は三世にまたがつて存在するのである心酔研究者はさうといているある一派では四世にまたがつていると言っている砂は死前の世この世次の世もう一つ先の世この四つの世がある 魂はこの四つの世を旅行するものだというのである芝居などで幽霊が姿を現し恨みを含んだ目でキツと睨み細い手首でぐるぐると円を描き迷うたわいと血を吐くようなシでそへるこの幽霊も肉体を離れた魂であつて仮に生前の形を生ある人に見せながらそれに小ョて現テ生あつてらいる 心量研究者たちはそのような有料はインチキ心量であると排斥している幹の世砂は父子の世界から現世へ戻す寺いて現世の人と言葉を交わす心量は普通は両中立ちの力を借りなければならない普通はと制限を付したが両中立ちなしに現世へ現晴れる心量は いわゆる守護霊という修行を積んだ心霊に限るのである人間が死ぬと肉体は滅ぶが心霊は三流その心霊はいわゆる死後の世界へ入る死後の世界へ入った神霊はその世界では新さんものであるがゆえにあたかも現世における英字のごとく甚だ頼りない存在である普通の場合は 死んだことすら自覚していないなそして死の直前に感じた苦しみの中に依然として浮き沈みしている。胃病で死んだものならば胃が痛い痛いと叫び続けているし肺病で死んだものならば呼吸ができない苦しい苦しいと叫び続けている。これは両中立ちの力を借りてその心力を両中立ちの肉体に一時宿らせると。 そのことがりするつまり領有仲立ちの肉体へ失う領を招き寄せるのである。少量するのだ。これを恐怖には領有仲立ちを無我の境に監視入れるもう一人の術者がいるのが普通である。しかしその領有仲立ちが修行を積んだ人ならば自分で無我の境に入つていくから術者はいらない。両仲立ちが、 無我の境に入るとうなり症を発する。すると、そばについている心量、研究絵側の主が、心量が出ましたから、話をしてごらんなさい、という。なお、この様子では、この方は、まだご自分が死んだことを自覚していませんな、と、言葉をけいぐ。そこで、小地から、両中立ちへ症をかける。すると、 立ちが返事をするああ誰ですか苦しい苦しいここが痛いなどとみたいをひねつて苦痛の色を示すああ気の毒にこの方は肺病で亡くなられたなと主事が元非当てるそして早く賞をかけてあげなさいあなたはもう死んでいるのですぞと今日経ておやりなさいと助言する そこで、小土は、恐る恐る、そのことを告げる。すると、両中立ちに言原晴れた心良は、強くそれを否定する。それから、そう方で押し問答を繰り返しているうちに、心良は、初めて、自分の肉体がないことに気がつく。そこで、心良は、激しく嘆き悲しむ。死をようやく、自覚した心良を慰めるために、 かなり骨が折れる。小土はいい加減にくたくたとなる。が、とど、心量は諦めの境地に達し、生前の行為を感謝したり、現在いる世界の様子をぼつぼつと語り出す。普通第一への少量では、その心量は、ほとんど闇の空間に置かれていると告げる。それが第二へ目になると、夕暮れぐらいの明るさになり、 第三へ第四へと絵を重ねるごとにその心量の環境はだんだんと明るさを増していく何十絵に及んだ後は曇り日ぐらいの明るさになつたと告げるそして辺りの風物について語ってくれる辺りは広しとした野原であること花は咲いていないが自分が花が見たいと思うとその直後にこの野原に 美しく花が咲きで出れると告げる机が欲しいと思うと野原に忽然と机が出てらいる何でも欲しいものは自由に出てらいるのださうであるだがその心量は孤独を告げる野原に自分一人で生活しているのださうであるただいつだか老人の管主さんのような人が遠くを歩いているのを見かけたという 心療研究への指示は、その神主姿の人こそ、守護両さんですよ、と、後で解説してくれる。それから日が経つと、死因をなした病気の痛みは取れる。それが取れると、今度は集団生活に入る。はじめは、同じ頃死んだ同性の者だけの集まりである。そして、知人は一人も見つからないので心細い。しかし、 孤独でで暮らしていた時よりは賑やかである一同は守護霊さんを主として毎日修行を重ねていくのであるそれはなかなか面倒なことでありシャバのようにいい加減で放つておくことは許されないので骨が折れるさうであるやがて試験の日が来るこの試験に合格すると階段が一つ上るそしていよいよ 修行の内容が難しくなる。その代わり、自分の京へ、子が成人ができるし、その世界によって、行動の自由が少しずつ不与えされる。さうなると、心量は、その世界を片方見物したり、また、自分よりも先に死んで、ここへ来ているはずの親類縁者や友人たちを探し、真発手でえふくこともある。それから、先は、 ますます修行を積みやがて守護さんにまで昇格するのを目標として霊夢のである守護さんになるには普通の心量では早くても400年はかかるさうである守護さんになると数々の技能が与え減られる1分間に千里を飛ぶことができたりしゃばえ自由に日が減り旅行ができたりするそして 守護霊さんだけの第四世へ入籍することができそこでも修行と後から来る若い心霊たちへの世話の成果によつて大守護霊となる出世の途があるそして天下のことは自分の心次第でどうにもなるという大能力者になるこれが心霊の上りである自殺した友人のこと 呼び出した心量と話をしていると初めはいつ他人の心量が出てらいたように思っていたものもだんだんにその本人の心量に間違いないように思ってらいるその心量に小槌のシャバの世界が見えるかまた小槌の眼が見えるかと質問すると心量は次のように答え減るあなた方の住んでいる世界を見たいと思うが よく見えません。それは雨戸のわずかの隙間から薄暗い夜の外景を見るようなもので視野は恐怖その上には尽きり見えないのですしかしあなたのおしょはよく聞こえます修行を積むとシャバの世界が持つと明るく見えるのだサウですから修行を励みません死後の世界の猶予をこんなふうに心量はとうるそして 寮の修行は死後の世界へ来て始めて意味と貢献を生じ三木の栄たちが約束されるシャバでいくら修行してみてもそれは砂で塔を建てるようなもので何にもならないシャバは善に幻想の世界に過ぎないかういうことを心量は述べるのでそれを信じて自ら生命を縮め自殺に 四つ手死後の世界へ出発した私の友人がある。彼は、優れた技術者であったが、心量研究に凝り出し、本当に金ある世界、砂は、死後の世界のことだが、そこへ、早く書売り込んで、心量科学を確立させるのが賢明であると気がつき、そこで、自らの生命を断つたのである。そして、私たち友人にも遺言して、一日も早く、 自分と同じ気持ちとなり次の世界へ突入することを順々として進めてあつた彼の場合死後の世界へ引きつける重大な力がその外にもあつたそれは彼の細君がすでに死んでいたのであるシャバには彼と同じとが三つていた彼は大変な愛妻家であつて細君に死に別れてからも や死に託して細君を思いしのぶのであったこの細君の心量を彼は呼び出したのであるこれが彼に大きな歓喜を与えへた良い仲立ちの肉体を通じて話しかけてらいる相手は確かに防災の心量に違いなかった別の言葉で言うとそれが彼は防災の心量に違いないと思ってたのである 彼は自決するまでに70作へもその心量研究へ通じて防災の心量と語り合いつている彼は有能な技術者でありその方面では優れた研究を発表し工場を経営し多数の工場の顧問として活躍していた人物だったそれほどの彼であるから良い仲立ちを通じて出てらいる心量が 果たして合理的なる防災診療と認めることができるかどうかについて注意を怠らないでいた。ことに友人たちからそれは両仲立ちと称する女が等身術を心得ていて巧みに話のつじつまを合をせているのだよしつかりしろなどという抗議に対して彼はさうでないことを明かしめしてみせた。等身術でない証拠がある。 この前、僕の全く知らない事実を妻は私に語った。生前のことであるが、僕には内緒で、妻の妹にルビーの指輪をがいつて与えたという話が出たのだ。そこで、僕は親類へ立ち寄りつて、そんな事実があるかどうかを尋ねた。すると、確かにその事実があったことが分かった。 たただだシルビーではなくてサファイがね。しかしこれぐらいの些細な区域違いは心量実る剣にはよく起こる普通のことなのだとにかく良い仲立ちが問身真実を使いつているものとすればこの指輪の剣なんかは僕の記憶にない知らない事実なんだから良い仲立ちが話に持ち出すわけはないんだがねかういうことが彼を 心量研究に深入りさせる一つの回ほどになったことは明白だ。それ以後は彼はますます熱心に心量研究へ通ふようになってた。彼の防災の心量が勝利移る量仲立ちは当時量仲立ちとして最高の評判のある人だった。その人は中年の婦人でやや小闇つるし青白いあでとした皮膚を持っていた。 家は近畿地方にあり、暮らしはいいところの勇婦の婦人であつたが、出張の日がかなり多くて、郷里にはほとんどいないようであつた。この両仲立ち女は、初めの頃は夜間に限り少量実の旅券を引き受けた。部屋は、電灯を消し、薄赤いネオン火一個の光の中で実の旅券をした。指導者の手を借りてでないと、彼女は、 無我の境に入ることができなかった右に述べた愛妻家の友人は七十何家もこの両仲立ち女を通じて防災と語り合いつたがその後半に至りつては両仲立ち女は指導者を必要とせず自分で無我の境には入れた小月世代三者たる指導者も不要で両仲立ちと例の友人の二人だけが滞在して めんめんたる夜語りに時間を送ったのである。その友人は、にこやかな願を私に向けて、ごつた。僕と防災の対談時間は1時間以上かかるのでね、主事は、1番後に、インタスへ、第4水準2の12の11、捨てくれという。だから始まるのは、いつも、夜の10時頃になる。2階の部屋には、 両仲達と僕の二人だけだけ本当に心置きなくしんみりトラクシー対談ができるのだ妻はいろいろと思い出して喜んだり絵師がつたり泣いたりする僕は今幸福だよ私は質問したそんな感つたるい話を続きけて両医仲立ちさんに恥ずかしくないのかいすると彼は追う下手 両医立ちがいるなんてそんな意識はないよ。防災と僕と二人きりの世界なんだ。二人がどんなかんつたるい話をしようと気兼ねは全くないんだ。だから妻も興奮してくると僕の方へもたれかかつてらいるよ。それは大変だね。両医立ちが倒れて目を覚ましやしないかい。 手をしつかり握り合いつっているから、そんな心配はない。ふーん、それはどうも。私は、両中立ちと手を握り合いつてもらふなどという心よみのりがあることを、この時初めて耳にしたので驚いた。それにしても、この友人の代わりに、私が、寒い不条鏡で持つて、油ぎつた女の両中立ちと、長々難々の時間を、 他にひときのない夜の部屋で続きけていたら、俗人らしい間違いをしでかしたかもしれないと思う。とにかく、その友人は、やがて自殺した。自殺するよ、と、彼は、私たちにつ告げしていた。しかし、それは、ニコニコと冗談めいて語られるので、誰も本当にしなかった。もしもその時、持つと、深く、 友人の家庭の事情や心よ研究へやりうな形との関係を深く知っていたら私たちは彼の計画が本物だということを知って警戒したことであらあがそこは手抜かりがあった自殺する少し前彼はいつもより少し落ち着かない態度で私たちに言ったことがある妻がねあなたはなぜ早く 土の湯をえらいてくださらないんですと、恨めしさうに言うんだ。妻は、今では、僕を、一刻もそばから、話したくないらしい。せっかく心両を呼び出して、妻を救いつたつもり立つたが、今は、反捨妻を、うるさのうに酔いひやることとなつた。僕は責任を感ずるよ。彼が自殺したとき、防災の忘れがたみのおんなじを道連れにした。 私たちはその自殺の場所である千葉あがたの某海岸へ赴いて哀れな親子心中の猶予を見たトウシーのはその女児が障子麻痺症であつて学ぶ年寄を相当過ぎているのに登校をさせることもできず親類中で同情していたということをその時初めて知った私たちにはサウは語られず七歳の女児がいるのみ知らされていた 彼が死んで、新聞にも大きく記事が出、もちろん心酔う研究へも、津藤はつた。私たちは、その後、そのへ営業つて見た。その時、両親仲立ちにもえつたが、彼女は大変老狽して、私は、身の旅券がついつてから、あの方に、幾度もご注意したんです。どうかお間違いをなさらないように。亡くなった奥さんが、 どんなことをたかしアラート、あなたは自殺なんかなすつてはいけませんよと、こんこんとご注意しておいたんですがね、と、3年がつた。柄の主事は主事で、周遊眼を振りながら、どうもわしたちの見ていたところでは、あの方は少し深入りしすぎていられるようじや、間違いがなければいいがなと、心配していたところへ、今度の事件です。驚きました、と、術へした。 友人の遺書には、いずれ次の世界へ行つたら、心遼科学を確立し、君たちに対して、通信を行父から、待っているように、ということであつた。だが、彼の死後、もう15年以上の歳月が流れたが、今もつて、彼からの了解通信に接しない。近代、心遼研究が、また、盛んになつて、来たという話を聞く。 今度流行りだしたものは、私が先に経験したものとは、また、色合いの変つたものであらあと思う。私のような朝学ぶひさなものには、果たして心量が存在するのやら、量な形ちが本物かインチキか、そのいずれかわからない。しかし、本物の量な形ちも、時には小息が出て尻尾を出したり、俗人に戻つたりするので、花からうかと思う。 また、心量の見せる物理化学ぶ的実るルは、ケツてテ室でやることになっており、実るルのお膳立ても、心量または良い仲立ちの側のみで要求するが、これは、本当に証しを立てるつもりなら、白中の実るルにしなくてはならず、実るルのお膳立ても理化学ぶ者に任せるのが、よろしく、さうでなくては、本格的の心量実るルは、確立するものではないと思う。 これらの点が石原淳博士や玄存の某博士たちに心酔う研究へから手を引かせた根本的原因である。新しい心酔う研究はどの方向へ行く、どんな形でお目見えするか、興味は依然として存在するのだ。かん